ノエル・モンソン・デ・ラポア・ベレスフォード・パースは、イギリスの軍人。最終階級は、陸軍中将。ノエル・ベレスフォード・パースは、1887年12月22日に、イギリス・アイルランド島のロンドンデリーで、陸軍大佐だった父ウィリアム・ジョン・デ・ラポア、ベレスフォード・パースとその妻、マリー・チェンバーズとの間に生まれた。バークシャーのウェディントン・カレッジ卒業後は、 王立陸軍士官学校に入校し、1907年に王立砲兵連隊として士官に任官された。1914年に第一次世界大戦が勃発するとベレスフォードパースはエジプトやメソポタミアに赴いた。終戦間際にはフランスやベルギーに移っている。一連の選考が評価された彼は1918年に主君者公式報告書へ記載され、 ことコ,トコ勲章を受賞した。第一次世界大戦が終結すると、彼は1924年から1年間キャンバディ参謀大学で学んだ。また、彼は1929年までに、イギリスやフランスの王立砲兵連隊で多くの役割を果たしている。その後、1935年まで、イギリス本国で参謀や管理職を務めた。 1937年になると、ベレスフォードパースは、特別任務のため営業インドに渡り、2年間、ベルガウム交換学校で教鞭を取った。1939年から1940年に、かけてインド、南部中留軍司令部の王立砲兵連隊の巡将となり、同時に、国王ジョージ6世の国王付付副官を担っている。第二次世界大戦が勃発すると、 ベレスフォード・パースはエジプトを拠点としていた第四、インド風評師団の砲兵部隊司令官に就任した。1940年8月に彼は、師団司令官へ昇進し、この師団を率いて、北、アフリカや、英領スーダンに赴いた。1941年3月、ベレスフォード・パースは、大英帝国勲章内とコマンダーの受訓をもって、騎士に助任された。 4月14日からは、西方砂漠軍で、リチャード・オコーナーの下指きを取っている。10月から翌年4月にかけて、スーダンのイギリス軍を指揮し、6月にはインド、南部中流軍司令部に移った。彼は1945年3月31日まで、インド司令部に駐在していた。 ベレスフォード・パースは1945年4月から1946年までインド司令部の副司局長を務めた。1947年6月13日に退役し、以降は正規陸軍予備軍に身を置いていた。1953年に死去。ベレスフォード・パースは生涯三度を結婚している。1912年に JA コクランの娘であるオーストラリア・リベリナ、 出身のヘーゼル・マージョリーと結婚したが、1924年に離婚した。翌年には、R.D. ジェームソング医大佐の一人娘であるジェーンと二度目の結婚をしている。ジェーンとは1926年に死別したため、1929年に、ジェームズ・モリス・コルクホーン、コルビン大佐の娘であるキャサリン・カミラと三度目の結婚をした。ヘーゼル、ジェーン。 キャサリンいずれの間にも子供は儲けていない。ありがとうございます。